この機械はイオンクロマトグラフィーという機械です。まず立ち上げとして陽離液という常に流しておくための液体を作りたいと思います。外します。このボトルに入れるための水に入っている空気を抜きます。ボトルに入れます。続いてメタンスルフォン酸というものを入れます。ボトルに入れます。でよく混ぜます。はい、しっかり混ぜるということは重要です。はい、もう一度装着し直します。はい、これで陽離液の準備は完了です。続いてパージという作業を行います。パージとは追い出すという意味で、古い陽離液やこの陽離ライン中に溜まっている気泡を取り除く作業です。気泡がこれ抜けていくのが分かるかと思います。はい、これで、安定するまでに2時間待ちます。